個人被曝線量の1ミリシーベルトの話と空間線量率の 0.23 マイクロシーベルトのその関係がですね、若干誤解してが伝わっていたこと、あるいはその知見が十分ではなかったためにそういう数値になっていたということがあったんだというふうに思っています。ですから今回新しくですね、個人線量を7万人分程度集積をした結果、0.3 から0.7空間線量マイクロシーベルトがあれば、大体個人の被曝線量としては1ミリシーベルト以下となっていると、そういったことが分かったということで、これを発表させていただいて、ぜひですね、自治体の方々が、除染をする際に参考にしてもらいたい、そう考えています。除染が終わって 0.5 や 0.6 まで達成したと、福島市の場合でも1マイクロシーベルト以上のところがたくさんあるわけです。そこが 0.6 まで達成できたと、住宅で。その場合、福島市内の住民などからは、再除染しろとか 0.23 までフォローアップ除染してくれとか、いろんな要望が出てるけど、個別のですね、具体的な話となりますと、やはりこれ、市町村除染ですから、自治体のご判断ということになると思います。そのための参考となる数値として、今回示させていただいたということです。例えば 0.23 まで除染したいという自治体に予算を交付しないという可能性もあるんですか？予算の話とですね、自治体が実際どういう形でどういうふうに除染するかというのは、これは直接的にリンクしているわけではないので、また予算の話は予算の話として別途ご相談していくということになっています。0.23 まで除染をしたいというところにそれを保証するということでよろしいですか？自治体の判断でやらせてもらうということでよろしいですか？ですからそこは別途ご相談ということになると思います。事実上の、除染の目安、除染の基準方針の見直しというその第一歩というふうに考えてもよろしいでしょうか？今回の中間報告、申し訳ありませんが、それがまさに誤解でして、そもそも見直しとおっしゃいましたが、国としてですね、除染目標を設定しているわけではないんですね。 0.23 というのはあくまで除染の重点地域の地域指定の要件として示しているということでありますから、そういう意味では従来から除染目標を設定しているわけでもありませんし、今回の 0.3 から 0.6 というのも除染の目標ではないという、そういうことなんで、ぜひご理解いただきたいと思います。実際の除染やってる時には、除染前と後を測ってこれだけに下がりましたっていうことを確認したりしてらっしゃると思うんですけども、それをその個人線量重視っていうふうに変わったときにはどうなるでしょうか？具体的に。そうですね、一つにはですね、除染だけではなくてさまざまな防護措置というのが重要だと思ってます。ですから個人線量計でしっかり測ったときにですね、線量の高いところをいかに回避していくかとか、あるいはその線量の高いところをですね、遮蔽をして防護をしていくかと、そういったことも個人線量であれば合わせて対策を取ることができるというふうに思っています。で、その他にも除染についてもですね、いわばその線量の高いところというものをしっかりその突き止めることによって、そういったところを優先的に重点的にやっていくと、こういったやり方に変わっていくと思っています。個人被曝線量が空間線量と一致しないというのは当たり前で、個人的ばらつきが大きいというのは当然ですよね。生活パターンがそういうことをずっとおっしゃってたわけですからね。で、そうすると行政の役割というのは、そのほとんどの人が 0.1 ミリシーベルト以下の実測を達成していたとしても、ごく少数の人がそれをオーバーしていた場合って必ず起きてるわけですから、そういう1ミリシーベルトをオーバーしている人をどのようにして見つけ出して救済するかというのが行政の役割ではないですか？そういう対策はどうされますか？おっしゃる通りだと思ってまして、だからこそ今回ですね、空間線量から個人線量への重視と、そういう方針を出させていただきました。で、やはり個人のですね、線量計というものをなるべく配布をさせていただいて、そのデータに基づいて必要な除染を含めた防護措置を行っていくということになります。福島県民全員がね、個人線量計を持たなくなりますが、そういうことを目指しておられるんですか？なるべく多くの方に個人線量計を持っていただきたい。福島県民全員にね、できればなるべく多くの方に。わかりました。4月19日に行われました被災者生活支援チームに
夜ですね、記者会見が東京の方でありまして、でその時にですね、その専門家の方が、場所の管理についてはその個人のですね、線量計じゃなくて空間線量をベースにしないとダメだっていうことをはっきりおっしゃってたんですけど、それについて環境省としてはどのように。すいません、ちょっと伺ってないもんですから申し訳ありません。あ、今聞いてどのように思われますか。じゃあ失礼します。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。やっても下がらないもんだから、そちらの都合で基準を上げて住民に納得させるようさせようとしているわけですね。だからそれが見え見えだっていうか、それってこの原発を守るために住民を犠牲にしてるって私は思うんですね。安心させようとしてその線量を上げて住民を納得させようとしてるのは見え見えですけど、住民はそれでなお心配になります。その私たちに被爆をどんどん知るというそういう意味を感じるんですね。でもともと放射線がなかったわけですから、それを限りなく元の状況に戻すというのは本当だと思うんですね。だけれど結局数値によって、線引きをしてですね、で適当なところで住民には我慢してほしいというそういうふうに言われているとしか考えられないんですね。だから私たちは常に国によって被爆をさせられているという感じはしています。